バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはですね、もう12月ということで、このね、ようこ大好きなクリスマスシーズンがやってきた、もう嬉しいっていうハッピーな思いをね、ずっとお届けしたいと思いますので、最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。もう12月なんでね、皆さん今年もこの曲プレゼントさせてくださいということで、ようこでシャイニー。あなたの思いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へのヒント。心と心を合わせて、幸せの鍵が詰まってる。一つ一つカラフルなプレゼントは、それぞれ思いを乗せてる。大好きなあなたのために選んだの、特別に。お聴きいただきました曲はようこでシャイニーでした。もうさ、この曲ねもういきなりもう最初からちょっと飛ばしちゃいますけれどもね、皆さん、もうね、この曲は鹿児島クリスマスマーケットっていうようこの大好きなイベントのねテーマソングとしてね、もう生み出し使っていただきという楽曲になりますが、実はね、明日12月2日より鹿児島で一番大きな駅、鹿児島中央駅のアミュ広場にて、12月2日から12月25日までですね、今年は開催されますので、ぜひ沖縄からも全国からね、そうそう、鹿児島の方はもちろんですよ、遊びに出していただきたいと思います。そしてね、ようこはね、このクリスマスマーケット、鹿児島クリスマスマーケット初日、12月2日の17時スタートなんですけれど、その時間からね歌わせていただきます。実はですね、このクリスマスマーケットの広場は17時、夕方5時になりますと大きなアミュツリーが点灯されます。会場がねパッてねライトアップされて華やかになる瞬間からようこ歌わせていただけるという、なんとも嬉しいね、もう超幸せなので、ぜひぜひ遊びにいらしていただきたいですし、明日はね、鹿児島の繁華街天文館、ね、天文館のサンデーズイン前で、実はね、あの天文館も一体となり、いろんな通りでアーティストさんたちのねステージがあったり、振る舞い酒があったりとかしているんですけれども、ヨーコの方はですね、シンガーソングライターステージといいますか、もうねめっちゃ豪華なんですよ。宮井紀之さん、若松剛さん、ゆうたくさん、そしてようこというねラインナップでお届けしております。ようこのステージは8時30分から、8時35分だったかな、8時35分か。ようこを明日こっちで見て、あっちで見て、お酒も飲んで楽しんじゃおうみたいなね、デートコースいかがでしょうか。ぜひぜひ、寒いらしいのでね、あったかい格好をして
遊びにいらしてくださいね。お待ちしてます。ヨコ、12月鹿児島クリスマスマーケットの中でも4回ステージさせていただきますし、明日だけではなくていろんなところでね、ちょっとクリスマスおばちゃんしておりますよ。ぜひ YOKO ヨーコジャパン .com で検索していただきまして、ホームページや SNS からね、あ、ここ行こうかなみたいな感じでね、ヨーコに会いにいらしていただく計画立てていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。そして皆さんクリスマスということで、サンタさん、皆さんのサンタさんはどこにいますか？どこにいますか？ヨーコもね、お家にはサンタさんもちろんおりますし、ヨーコも皆さんのサンタさんですし、とはいえ、娘たちのね、そう、もう子供たちにとっての本物のサンタさんはね、今から忙しいんでしょうし、うん、まあ、とにかく来週あたり皆さんメッセージいただきたいな。あなたのサンタさんはどこにいます？クリスマスといえばみたいな、もうハッピーなお話、何かお待ちしてますんでざっくりなテーマだなですけれども、もう今日は本当にね、浮かれようこでございますよ。もうやっと12月が来たっていう感じでね。あとね、皆さんに報告がありまして、新しい試みをしてみようと思います。今さ、あの YouTuber なのかな、アーティストだから、なんていうのかな、アーティストも YouTuber に入るのかなみたいなね、こうさじ加減で私は見てしまっているんですけれども、よく日本を縦断します、横断します、でこのライブまでに遊びに来てくださいねっていうので、こう広報活動みたいな感じでね、路上ライブをされてるアーティストさん多いですよね。鹿児島にいてもですね、あ、この人だかりなんだろうって思ったら、うん、知り合いとかがね、知ってるんですよね。あの人がね、鹿児島に来るって言ってたからね、とか。なので、ヨーコも、日本、縦断、横断で。まあ、ひとまず鹿児島から。まあ、でも結構県外に行く方がね、気持ちが楽かなと思うんですけれども。路上ライブ、スタートさせたいと思います。イエイ！皆さん、全国どこからでも遊びにいらしていただけると思うので、ぜひとも、応援よろしくお願いいたします。イベントでね、歌わせていただくと、いかに自分の曲で足を止めるかと思ってね、闘志を燃やして練習したりとか、イメージ膨らませたりしてきてますが、もうね、この今までの培ったものが発揮できるのが路上ライブなのではないかと。そして皆さん、いつもお伝えしております、2027年4月7日陽子の39歳最後の日ね、その日に東京ドームコンサートをするために今から頑張りますからね。今までも頑張ってたんですけれども、とにかく皆さんと音時間、2027年4月7日東京ドームで過ごせるように活動してまいりますので、多方面からご協力、ご支援、応援よろしくお願いいたします。ということで、陽子よ大将もっといだけという、今夜はバニラスカイをお聞きいただきたいと思います。ではお聞きください、陽子でバニラスカイ。
ただきました曲は陽子でバニラスカイでした。あのですね、皆さん12月24日に延期になってしまいました。申し訳ございません。陽子の初のカバーアルバムスターズでございますけれども、収録楽曲とね、陽子のエピソードいろいろあります。でね、その大事なカバーアルバムスターズよりね、いろいろお届けしたい曲はあるんですけれども、一番最初にね、いいですよっておっしゃっていただけたのがね、私の大好きなサザンオールスターズさんの真夏の果実でした。この曲に出会った時は中学校2年生だったかな、中2だったでしょうね。でさ、皆さん、あのリスナーの方々は、あ、この時代青春時代だったよっていう方もいらっしゃれば、あ、私もって、あの陽子と同じね、自分の青春時代に聴いてっていう方もいらっしゃるかと思いますけれども、私はこのサザンオールスターズさんの真夏の果実に出会った瞬間、生まれる時期が遅すぎたと中学生ながらに思いました。何なんでしょうね、あの頃は自分で歌詞を書くとか曲を作るとか、そういうことは頭の中に全くなかったし、自分が歌手になりたいと思ってもそういう手法で歌手になれるんだっていうことも全くありませんでした。もう何も知らなかったんですけれども、ただね、この曲に出会った時はこんな言葉の使い方があるんだ、好きっていう気持ちをこういう風に届けられるんだと、何なんだろうこの歌声。私は歌が上手くなりたいと思って、ちょうどねその頃にMISIAさんのね曲に出会って、この人は日本人なの、すごい歌唱力だなってね思ってた時期なんですけれども、その桑田さんにしかねない説得力、言霊の伝え方、メロディーって音って意味があるのかなみたいな、音楽的じゃないようなそのメッセージ性、全てがパーフェクトな、楽曲にね、よくはね、もう13、4歳の時に魅了されましたね。そしてね、ちょっと前にね、小泉今日子さんの優しい雨っていう楽曲、もともと好きだったんですけれども、何なのかな、この作詞作曲を始めたからこそ感じる、あの40秒の感想があるんですね、あの曲1番と2番の間に40秒の感想がありまして、で最後2番のサビの後に大サビがまたすぐ来るんですよ。この曲の作りがすごく物語チックだなと、陽子の解釈です、あくまで陽子の解釈なんですけれども、そこにわあ素敵だなってまたちょっと感銘を受けたわけです。今まではね、好きな曲を歌えるなんてすごいことだと思ってたんですけれども、実際ねカバーアルバムをリリースするとなると、このアーティストさんはどういうことを思って作ったのかなとか、なぜこの楽曲がこんなにね多くの方々の力になれるんだろう、めちゃくちゃ研究と勉強の時間になりましたね。でうちの父親がね、松原美樹さんの真夜中のドア Stay with me をすっごく好きで、よくこういう曲をね歌わないかんよね言ってたんですね。で私は素敵だよねって言って、でまあ世界的にさまた再注目されてって、で今回私もカバーさせていただけることになってね歌ったんですけれども、まあ難しかったですね、びっくり。サビの声が高いとかじゃないの、あのね、なんなんやね、パワーが溢れすぎてて、もうね難しいな、これ表現したいなって久々に燃えました。なので難しい歌い方とかだけじゃなくて、その曲が秘めてるメッセージ性であったりとか、人を魅了する特徴ゆえのパワー、こっちがね曲に勝たないと歌ってても響かないじゃんみたいなところがあると思うんですよね。カバーしてて、あ、いい感じだねっていうの嫌じゃないですか何をお前言ってんだって皆さん思われるかもしれないけど、あのよくさ、ほら洋服を着て服に着られてるか、そういう言葉があるように、曲を歌っていて、え、よくなんかこの曲歌わされてるよねみたいなこと言われたらすごく悲しいじゃないですか。むしろ、あ、この大好きな曲をね応援してる好きな陽子が歌ってくれて、もっと好きになったよってね思っていただきたいなと
思ってるのでね、私がさ、さっきこう真夏の果実さん、真夏の果実さんだってサザンオールスターズさんのね、真夏の果実に出会って あーって感銘を受けたっていうお話のようにね、誰かが私が今回カバーさせていただいた10曲との思い出ね、たっぷりあるっていうのをもう自分が分かってるからこそ、その方々に失礼のないようにね歌えたらって向き合った数ヶ月だったんですけれどもね、うん、まあその成果をねマスターズでねお聞きいただきたいなと思っております。とはいえね、皆さん、陽子は来年毎月自分のオリジナル曲発信していくつもりですのでね、発信していきますので、陽子のオリジナルたちも引き続き愛していただきたいというね、はい、思いがございますよ。ではでは、今夜最後の曲、皆さんの毎日の平和を願って、陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。争い事や傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー。今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる、何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛言葉は僕の中で生き続ける、変わらない。 I love you、 ずっとずっとそばにいよう。愛しくてたまらない、守り抜きたいよ、特別な バニラスカイでは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmギノワン.com、 797@
fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。もういくつ寝るとでございますね。早い。2022年も残すところ1ヶ月は切っておりますし、今年のお正月こそゆっくりしてやろうと思ってたんです、思ってました。ですがね、皆さん嬉しいですね。なんと1月1日陽子司会をしておりますしかもね、めちゃくちゃ縁起がいいの。あ、まあ歌える司会者みたいな感じでしょうね , 笑ってください。もう初笑いでございますよ、1月1日からでね。イオンの、全国にねショッピングセンターのイオンってありますよね。あの鹿児島市に鴨池店ってあるんですよ。でそちらでね、私がいつもお世話になっているご夫妻、ご主人がデザイナーさん柳田先生、そして奥様が書家の慶泉先生ね、このお二人がですね、1月1日から皆さんのことを思って書家慶泉先生による書のパフォーマンス、そして2つそのステージがあるのかな、1日に2回ステージがあるんですけれども、各回ごとに20名ずつ書き初めを一緒にしましょうというねワークショップもされます。でその司会をね、歌ってお客様に告知して、で司会で盛り上げるみたいなことをね、はい、する予定ですので、ぜひぜひ1月1日から鹿児島市ですよ、鹿児島市のイオン鴨池店お待ちしております。まあさ、司会とかもねさせていただくことはあったんですけれども、よこさん司会と歌をお願いしますっていうのね、来年2本も決まってます。すごいでしょ、歌のステージで来てくださいっていうのじゃないんですよ、司会付き。よこさんちょっと喋ってよって、鹿児島弁だけどいいですかって , 笑うところでございます。皆さん鹿児島弁しか喋れませんよ。はい、ぜひ東京でも沖縄でもよこに司会できてお言葉お待ちしてますよ。鹿児島弁いっぱい PR しますよ。そのうち鹿児島弁 PR 大使なのかなと自称ねまあね、そんな感じでね、皆さんにハッピーをお届けできたらなと思っております。まあね、最近さ子育てをしていく上でですよ、なんていうのかな、お母さんってさほっとさ、もうニコニコでパワフルね、力がないと家庭的に良くないよねってすごい思うんです。疲れた顔してさ、私も人だからですね、ね、受験生の上のねシノンにさ、そうそう、最近さほらラジオもさね、一緒にもう受験勉強して頑張ってるんでね、ラジオ一緒に収録してよってねなかなか言えないんですよ。でもね、私がちょっと体調悪そうだなとか疲れてるなって思うと、一緒にラジオ行こうか盛り上げようかってね言ってくれるんですね。そう、逆にさ本当は甘えたいよ、甘えたいけど学業が今はねそう優先だからね、そうそう、でね、本当はね家の中でもずっとニコニコしていたいんですけれどもね、さすがに眠たい時あるんです。もう体がちょっと今日はハードすぎたな、疲れたなっていう時もあるんですよね。まだね赤ちゃんの方がね夜泣きっていうより、まあ、夜まだね授乳の時間がありますからね、そうずっと通して眠れないから、やっぱりさ35歳眠たいわけですよ。ちょっとねこうポカーンとしてるとね上の子に気を使わせるなと、まあ、なのでね、何が言いたいかって、みんなハッピーで笑顔で健康でいきましょうっていうのはね簡単なんですけれども、もしそれができない時いいがいいのよ、もう皆さんが自分らしくハッピーだったらそれでいいのよ。たまにちょっとプツッて切れた時にはいっぱい食べてね、寝ましょう、よく寝ましょう、そしてまた明日が来ることに感謝一緒にしませんかね。私はもう最近ね、もうどんな毎日でもね花丸だと思って、明日が来るっていうことに感謝して寝てます。それで良くないですかね。でさ、明日来た時にね、一緒にいなくてもいいのよ、誰かにさこうおはようって言えたりとか、逆におはようって言いたい人がいるとかね、ね、距離、体の距離感があってもさ、その気持ちのねところでね寄り添える人がちゃんと自分にはいるっていうことをね、また感謝して毎日自分らしく生きていきたいなと本当に思う年末でございます。なので皆さんもね、何かあったら陽子にメッセージください。
嬉しいこと、辛いこと、何でも一緒にね、笑って力に変えていきましょう。ということで、皆さん、寒い日が続きますよ。なので、あったかく過ごしてくださいね。では、一週間元気で、また来週、一緒に元時間イチャイチャしましょう。ではでは、一緒に、せーの、バイバイハッピー。